グランディオは東日本旅客鉄道と阪急百貨店が提携して開発した商業施設 JR 東日本グループの JR 東日本商業開発株式会社が運営する立川店、蒲田店ともに日本百貨店協会に加盟 JR 東日本は発足後百貨店事業への参入を検討し海浜幕張や上野への出店を検討したが いずれも実現には至らず、立川への出店も、祖合との提携をもとに、共同で子会社を設立して、JR 立川祖合の開業を目論んでいたが、祖合の経営状況等の悪化によって、出店計画は白紙となった。計画が白紙になったことによって、JR 東日本は、百貨店事業の参入における新たな提携先として阪急百貨店を選択。 1997年4月1日、立川におけるグランディオの開発、運営を目的として、JR 東日本商業開発株式会社を資本金4億8000万円で設立した。1999年2月、開業後における資金需要に備えることや財務基盤を強化するため増資することになった。この際には阪急百貨店にも、 資本参加を要請し、新資本金は10億円となった。1999年4月18日、立川駅南口の駅ビルとして、グランディオがオープンした。当初は、立川の店舗のみを運営する会社であったが、2007年4月1日、改装を予定していた JR 鎌田駅の東口側駅、ビル、パリを並びに、西口側駅、ビル、 三カマタを抱えるカマタステーションビル株式会社を九州合併した。そしてパリを三カマタが改装され2008年4月16日にグランディオカマタとして新装をオープンした。JR 東日本商業開発はグランディオの展開にあたって駅ビルの賃貸借によるローコスト運営、少ない初期投資、百貨店の売上仕入れ契約によるフレキシブルな 商品展開、容易な差別化展開との利点融合化を基本的な店舗運営の考え方として定めた。また同社は顧客満足度の充足に力を入れており、サービスを品質として社内システムを構築し、国際企画 ISO9001 を日本の百貨店業界では初めて認証取得した。グランディオという名称は英語で素敵なという意味のグランドとドイツ語で 二重層という意味のデュオを組み合わせた造語。顧客と社員、駅ビルと百貨店の複合業態、地域と店の共存共栄という三つの意味が込められている。グランデュオのロゴはアルファベットの G と D を卵状にデザインしたもので、ジョイフルエッグという、中条正義がデザイン。卵が G と D の二文字からできているのは、店名の背景である。 二つの個性が一つになって、もっと楽しい個性に育てていくという願いと理想を表現している。立川駅のターミナル開発と立川駅南口の再開発を一緒に行った合併再開発事業として建設され、1999年4月18日にオープンした。立川駅周辺には北口に、すでに JR が駅ビルとしてルミネを有していたほか、 伊勢丹、高島屋といった百貨店や丸井などの大型商業施設が存在していた。そこで駅ビルと百貨店の中間的な商業施設として計画された。百貨店としてのノウハウが必要なため、阪急百貨店と合弁で運営している。立川では伊勢丹や高島屋は中高年層の顧客が多く、ルミネは若年層の顧客が多いことから、 グランディオは20代後半から30代の女性をメインターゲットにしている。グランディオの1階は、教場の改札外で、1階の下には地上までの間に2フロアあり、そこは、グランディオとは独立の商業施設、サザンとなっている。グランディオとサザンは、エスカレーターではつながっておらず、エレベーターか、一旦外に出て、自由通路の階段かエスカレーターを通らなければ、移動できない。 グランディオは JR の資本系列、サザンは地元地権者の系列である。当初は単にグランディオと呼ばれていたが、後に鎌田駅にも店舗ができたため、グランディオ立川と呼ばれるようになっている。株式会社ビューカードと提携して、グランディオ立川ビューカードを発行していたが、2010年10月31日に新規申し込みの受付を終了し、 2011年10月31日をもって運用を終了した。ファッションフロアはファッションライフスタイル提案型のショップで男女のファッションをフロアで分離しないクロスセックスショップとなっている。屋上は閉鎖中。開業当初から2011年までは7階は立川中華街と称しフロア全体が中国の街並み風のテーマパーク的な 中華料理専門のレストラン街になっていた。中華料理店17店、中華食材店、中国系の物販店で構成されていた。その後、リニューアルされ、2011年6月20日にごちそうダイニングとしてオープンした。なお、同時に6階のレストラン街、シェフズダイニングガーデンは、6月1日から物販フロアに改装されている。 グランディオ・蒲田東館グランディオ・蒲田西館 JR、蒲田駅の駅ビルとして、1962年12月に、パリオが、蒲田駅東口に地上7階、地下1階建てで、1970年4月に、サン田が、蒲田駅西口に地上10階、地下2階建てで、それぞれオープンし、蒲田ステーションビル株式会社が運営してきた。 JR 東日本グループの駅ビル事業の再編に伴い2007年4月1日にかまたステーションビル株式会社が JR 東日本商業開発株式会社に吸収合併された。パリを参加またともに開業後40年近くが経過して施設が老朽化したこととバリアフリーに対応した店舗にする必要があったため2007年7月31日の 営業を最後に全入居店舗の契約を終了させ、段階的な改装ではなく後期中一時的に全館閉鎖した上で耐震補強工事を念頭に店舗を改装することになった。それに伴い店舗の大幅な刷新を完工。2008年4月16日にちょっと上質な毎日の生活を2つの館で応援する回遊型コミュニティ百貨店としてグランデュオカマタが 真相をオープンした。なお、2階から5階において、グランジュをかまた、西立とかまた東急プラザは直結しており、3階では連絡通路を通じて西立と東館が直結している。東館はシングルから子育て世代までの段階ジュニア層をメインターゲットとし、西立は東急玉川線や東急池上線沿線に在住する未接スから、 段階世代までの大人の世代をメインターゲットとしたフロア構成となっている。両館は2階、JR 改札外、3階、東西通路で連絡している。ありがとうございます。